カーモデルに電飾したり、ミニカーに電飾したり、ガンプラに電飾したり、必要になるのがチップ LED。 この動画ではチップ LED へのケーブルはんだ付け方法を紹介しています。ケーブルは 0.16mm のポリウレタン線を使います。これより太いと LED の端子強度よりケーブルの硬さが勝って LED 端子がすぐに壊れます。プラスマイナスが分かりやすいようにケーブルに赤いマジックで色をつけておきます。はんだ付けしやすいようにケーブル先端に予備はんだします。ポリウレタン線はフラックスを塗らないとはんだが乗りにくいのでご注意を。発光株式会社のフェルトタイプのフラックスペンがあると便利です。ボール紙などを敷いてケーブル先端にフラックスを塗布します。両端に塗布します。まず LED へはんだ付けする側に予備はんだします。はんだごてにはんだを少し乗せて先端部分にほんの少しはんだを乗せます。逆側は点灯テストのために電池をつないだりするので少し長めに5ミリほど予備はんだします。はんだ付けしやすいようにチップ LED を固定する台を用意します。材質は熱に強くテープがつきやすいものなら何でも OK。 これはアルミ角材です。まず両面テープを貼ります。チップ LED を乗せテープに留めます。電流の流れる方向を示す矢印、上側がプラス、下側がマイナスになります。 LED にも予備はんだすると楽にはんだ付けできます。フラックスを端子に塗ります。端子にはんだを乗せます。はんだごての小手先はこんな感じの細いものを使うと作業しやすいです。LED にケーブルをはんだ付けします。はんだごてにほんの少しはんだを乗せます。ケーブルが動かないようにピンセットでつまみ、ピンセットをアルミ材に乗せて安定させます。カソード側には赤く塗っていない側のケーブルをはんだ付けします。ケーブルをテープにつけて固定します。作業しやすいように回転、アノード側には赤く塗った側のケーブルをはんだ付けします。少し引っ張ってはんだ付け具合を確認します。ケーブルの向きに注目。この後ケーブルを LED の上から見て時計回り側に寄るのでそれに合わせた方向にしてます。LED 側のケーブルを寄ります。ケーブルを束ね LED の上側から見て時計回り方向に寄ります。力を入れすぎないように注意。 5,6 回寄れば OK。 点灯確認。 LED の電圧に合わせて電源を選びます。今回は少し使い込んだ CR2032 でだいたいこの LED の VF の 2.9V になってます。点灯 OK。